こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの大変人気のレンズです。ゼミクロン 50mm 固定強度の、後期型になります。はい、はい、ご覧の通りですね、ゼミクロンの 50mm、はい、固定強度ですね。はい、でもってですね、このピントリングの、ローレットがですね、幅が広くてですね、で谷側にギザギザがついてますので、後期型と判断できるわけですね。シリアルが2235083ですので、1966年製のライカミクロン 50mm 固定強度ということになります。はい、外観からじゃあ見ていきますけれども、ご覧の通りですね、大変綺麗な状態で、擦れ傷、当たりへこみは、ほぼ見られないですね。大変綺麗な状態です。はい、こういったところにゴミの詰まりとかも見られないですね。はい、大変大事にして、保存されていたものだと思われますね。はい、もちろん落下した後の歪みとか全く見られません。はい、でレンズもですね、大変綺麗です。前玉後ろ玉ともに、擦れ傷、引っかき傷ですね、コーティングの剥離全く見られないです。大変綺麗ですね。で中玉にも曇りカビは一切見られません。こう見てもですね、ゴミちりの混入ももうほぼ見られないですね。おそらくは何年か以内にオーバーホールが施されたのではないかなと思っております。はい、このぐらい綺麗です。はい、絞り膜も、大変軽く動作してまして、油の乗りもありません。はい、でピントリングも、はい、滑らかに動作してまして、はい、スカスカ感や、硬くなったり全くしないですね。はい、でもって、無限のロックもきっちりと効いてますという感じですね。はい、大変綺麗です。付属品がリアキャップとフロントキャップになります。ですね、通常はですね、フィルターとフードをいつもお付けして販売してたんですけれども、こういうのですね、フィルターじゃなくて、フードですね、フードとフードキャップですね、と、フィルターですね、 UV、フィルターとかですね、これを、つけて販売させていただいてたんですけれども、フィルターとフードあるんだけどっていうふうにおっしゃられるお客様もいらっしゃってですね、で今回は別で販売してですね、別売りにして、その分、リーズナブルに、ご提供させていただければと思っております。ということで、大変状態のいいですね、ライカズミクロン 50mm 固定強度後期型になります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。